はい、キャラクターもね非常に揃ってて、あとは技レベとかその辺を整えていけば、ね、細かいところ、はい、いいんじゃないかなと思います。さあカゴタス、さあカゴタス、シャビと、あとミカエルのドリコレ、そしてヒノ君ですね。結構揃ってますねカゴタスさん。おおっとポヤテさん動画すごかった先に、あこれ動画で明日出そうと思ってたのにポヤテさんめちゃくちゃすごかった。先に動画出そうと思ってたのに先にやられてしまったこれはすごい、いやーこれはこれはすごいな。ゴンザレスもこっちなんだ、まあそりゃそうだよな。アタルーニャ、いやーすごいなとりあえずすごいな。いずれまあまあいく、まあまあいくんすよね。まああの各々にカタルーニャバフはありますもんね。25、6くらいまでいくんじゃない。ハイパーブロックで弾いていく、すごい。さあエジミウス、さあエジミウスさんいいですよ。はい、あジュリー、あジュリーのステータスディフェンダーマッチで26,000ドリブル3万、すごい。シュートも32,000まで出てますね。結構バフ乗ってるな。32,000ってことは 20% 以上は乗ってそうですね。25,6ありますよこのデッキが。トーマス、あしかも読み分けていくで移動距離ありますからね。5倍、これあのでかいですよ。うまい、あーあージェンティーレか、ジェンティーレはちょっとしんどいかも。ただ威力的に読みんかって言えばもう、とりあえず打っちゃったらいいんじゃないですか。パスが弱いんでとりあえずあ美しきサッカー、ああ声がパス値弱いんですよねこの人ね。そうなんですよね、ドリブルは非常に高い。これもめちゃくちゃロマンデッキですね。トーマさんここトリミングして明日アップしましょうよ。あじゃあカタルーニャ切り抜きで分かりました、うん、はい、あいや俺はあの取ろうと思ったけどブワットさんやってくれたからじゃあなんかままいつもよりいっぱい喋っててください。トドさんいっぱい喋ってもらわないと。はい、今解説をして、はい、解説お願いしますね。カタルーニャのロマンの試合をこうやってせっかくなんで。でまあカタルーニャね、翼があのカタルーニャですから、あの超フェス入れることできますし、翼もだって強い3万あるもん。うん、強いですね。全然あれだね、もう多分ジノのステアップが効いてんだと思う。何気に。お、これはいいですよ。このあのリバウル高浮きハイボール要求。これね、あれなんですよ。自分もやったんですけど、技海外かなんかとかが入るんですよね、確かね。ああ、なるほどですね。ワントラップ。技クラブだと入るんですよ。あでも34,500 Z バイス32,000、まあ初段なんで止まるとは思いますけど。危ない、結構いい数値出ますね。うん、はい、まあこれ止まります。ああそう、デシャールが多分ね工場で来ると思うんですけどね。デシャールディフェンダーでしたっけ。キーパー、あキーパー。ディフェンダーの人って誰でしたっけ。なんかいましたよ、ね、カジョル。あパジョルだ、そうだそうだ、うん、すごい今日すごくない、酔っ払ったの、あんまり酔っ払ってないから名前が出てくる。あいつもあーってこうあの朝のトークだあーばっかり大体泥酔してますから。泥酔する前にカタルーニャデッキ来てくれてよかったですねちゃんと喋れてます。あ全然ボイスありがとうございます。全然おフォンセカ止めますね。いやー今度フォンセカガチいいフォンセカ出ますから、いいフォンセカ優勝フォンセカ。ああそうですね、デバフフォンセカでグランディオ ス, ディオス、まあちょっと封印があるんですけどラファエルで無効化なんで、うん、そうなんですよね。このグランディオス、ただこれこの人センターなんですよね、サイドじゃないんです。ステ的に中央エリアのパラメータ高い人なんで、中央エリア行くと3万超えるんですよ。そうですね、中央エリアマスターですね。止まります、うん、これは止まりますポヤテさんすいません、先にやってしまっ て全然大丈夫ですよ。そうそう、全然大丈夫です、助かります。いや非常に綺麗なデッキ。今ヒノ君だったんじゃないのか、カーボタス。これうお、やっぱラッパーのフィールドパスって無敵だよね。ああまあもともとの捨てが高いですからね。いやこれは全力つけてワンツーでヒノ君、ちょっとだいぶスタミナ削れちゃってるので。いやでも強いね、こうやって見てカタルーニャパね、カタルーニャパいいですね。全然数値負けてないですね。そうそうそう、
キーパーがちゃんとしてたらね、多分やりたい人多いんじゃないか。まあそうですね、あとキーパーだけ足りないですもんね。うん、デシャールが多分向上キャラだと思うので、でなんかカリウサスがあのステーくらいだったから、はい、そこまで強いキーパーは期待できないんじゃないかな。うん、向上キーパーが今まであんま強かったことがないので、うん、そうなんだよね。さあ見ていこう。まあ、カゴタスさんは 27.5%。 27.5%。 ポヤテさんは、ポヤテさんは 18.5% なんですけど、フォンセカの、フォンセカで 2% で、確か2だっけ、フォンセカは2で、ゴンザレスが3、ゴンザレスが3の、このハゲが2、マルコス、マルコス君、アウミージャ、アウミージャが2。アウミージャが3だっけ、アウミージャ2ですね、2ですね。2だよね。だ2、3、2で、7%、25.5 ぐらいありますね。おー、そこそこやれますね。あ、デバフブロックもありますね。うん、デバフブロックもあります。で、これ、もうジノ以外はオールカタルーニャなんで、キーパー以外は25以上出てると。でも、ブアツさんね、カタルーニャなんですけどパルマユニなんでね。そこはパルマユニだったっていうの。そこはパルマが好きなのか。あ、これ翼いいですね。これ抜けないんじゃないか。あ、抜ける、さすがショー。わー、これいいですね。これじゃんけんっすね。ワンチャンこのままパスしてもいけそうだけど、まあでもゴルコンだったらいけるかな。いやー、あ、ゴルコンつ、ゴルコンできないな。この捨てだともう1回くらいブーストさせないと。美咲くんがいない。あ、読み方、あ、カボタそもそも A 技なのか。そうですね、確かブルーノはスバイパスカットって取らなきゃいけないんでしたっけ、夢だな。そうで、後から出た人は多分あそこの交換所、交換所ってなんで常設してくんないんだろうね。まあそうですよね、工場キャラの技ぐらいは常設してくれてもいいような気しますけど。そうなんだよね、なんか分からんけどね。だったらさ、あそこで夢玉交換所になくなったらさ、通常メダル交換所に移動してくれるルールにすればいいと思うんだけど。まあそうですね、通常メダルとかであればあれランダムで出るんで、そうそう、まあ、たくさんすぐ欲しければ夢玉使うっていうことになるし、夢玉使って更新してみたいな、そこで抽選、うん、入りそうで怖いよ。これそのうち多分入りますからね、このリバウンド。今削られてる状態ですか、ね、削られてますから、次とか多分ちょっと入ってくるんじゃないかなと思いますけど。さあ、これはカゴタス、リバウンドは浮き玉に対する得意がないから、そこがちょっとあれなんですよね。リバな、翼とかナットは得意なんで、どっちも。で、ジュリも得意なんですよ。そう、ジュリも得意。だジュリ強いよね。だジュリは浮き玉に乗せ替えて打ったらワンチャン入りそうな気がする。マジで。17万ぐらいでしたね、バフ 20% で。だからリアルだと S10 とかで遊ぶ分にはいいですけどね。S99 だと若干やっぱり。まあ、S99 だと厳しそうですね。あと、ボレーとか。17万とかって S99 の時だからさ。ボレー打とうと思うと、ピエールとかいなきゃいけないんで。これやばいね、アウミージャ。アウミージャとかスタミナキラーじゃなかった？スタミナキラーですね。30% じゃないですか。はい。スタミナキラー 30%。リブルするだけで300取られる。そして全員オフサイドになってる。どこ出すんだろう。これ取られる。あ、弾きですね。お、すごい。シャビ。そしてシャビ。シャビから、あ、うまいですね。うまい、うまい。ここで返していく。これは引っかかる。もう一回、からのジェンティ。あ、ここうまく処理しないと引っかかりますよ。あ、引っかかった。あ、そうです。だから今 0.3 秒ぐらい早いんですよね。あ、このエジミューソン見れますね。これ多分読み勝ったら取ります。入らないですね、シュートは多分。これは読み勝つと取りますよ、エジミューソン。サビオラ、サビオラもう全力全開だったらどうだろう。止まるね、3万3000回だもん。読み負けですね。お、さあカゴタス勝負。
ユベントス VS パルマ。ユベントス対パルマ、確かに。デッキはカタルーニャっていうことで。はい。あ、ゴンちゃん。これはでももう一回ワンツーすれば、やっぱゴンザがパスカがダメなんで。そうですね、パスカが S、まあその、5位なパスカットしかないんで、ワンツーワンツーでヘルナンデスを。キノコの治療で抜けばいいんじゃないですか。まあ、ミサキで打っても入ると思いますけどね。打てないんじゃないですか。あ、3S 積んでるのかな。あ、ハイスピードいやいや、さっきのトーマさんみたいなことをしようとしてます。ハイスピードですか、もしかして。パスね。ヒノ君。えどこ押したどこか変なとこに押したんでしょうね、今。なんか座標がずれるんですよね、今日すごい。そう、なんか僕もパスした先の座標が若干ずれてるなっていう気はしたんですよね。なんかさっき試合させていただいてた時にも、なんか自分ちょっとやってた感覚が、なんかあれを、なんか ずれるなと思って、やりたい意図通りならない。あ、これはピンチ。これは取られちゃうかもしれない。おー、A でもやっぱ10だから取れる。ただグランディオス。さあ、チャンス。オフサイドでしたね。惜しい。サビオラ選手だけ持ってないので欲しいですと。ああ、記念でね。まあ、そのコンプリートしたいっていうのはありますよね、人によっては。カタルーニャを。全然、自分もね、自分も去年はそれでやってたんで。ああ、延長戦ですね。いや、面白いですね。あ、カゴタさんは、なんか、交代した結果絆がすごい下がってますね。絆が組めてないんですか。24.5% なんです。だって美咲くんがいることでマイナスになってますから。美咲くんの代わりにファーゴとか入れた方が全然絆は上がるんじゃないか。まあ即クラブ5人の絆を使っ、まあチームスキ使ってますから。ドアレを入れたらいいんだ。ブルーノだから技海外が。入れなきゃファーゴをだから入れればいいと思うんですよ。さっき外して。まあそういうことですね。そうそうそう。でももう技海外、もともと3人いなくない？あれ、うん、ブルーノって技海外でしたよね。ブルーノは技海外です。そうですね。あ、なるほど。技海外3人。そうですね。なぜ技海外が全くいないのかってちょっと組めてないんで組めてないのかもあでも同じ回だからいいんじゃないですか。まあまあちょうどいいかもしれないです、はい、さあここは読み勝ちですかね。これファーゴまで飛ばしたらいかがでしょうか、ね、あ日野にパスしたのに、ずれちゃったとういうことらしいです。あなるほど。そうなんか今日座標ずれますね。さあエジミソンこれ読み勝つと僕は取ると思っている。あでもどうだろう。いやまあスネークの方はきついんじゃないですかね。スネークの方ね混戦の代償持ちなんですよ。小堂さんはレアルかバスお読み勝った。あ自分はバルサファンです。エジミソン取っていく。普通のユニがだって今バルサデザインオリジナルバルサデザインになってると思うんですけど。あというわけで、まあ、今回エジミューソンは超フェス翼止まりますから多分読み勝てば。いやでもエジミューソンめっちゃ強いよね。やっぱねあれ超当たりキャラだわと思って、やべえこれもう本当に突破させるからガチャしようかなと思ったら全然絆はまんなくて。あれってクラブ選手3人とかでしたっけ。力のクラブなんで。あ力のクラブですか。なるほど。力海外か。あ力海外ね。はいはいはい。力属性から。そもそも力属性が今のデッキにいないんだよとか思って。まあ確かに日野くんとかラドゥンガとかを使っちゃうと入ってこなくなっちゃうんですよ。あだから4月に、ブラジルのね、フェスのマッレ、ラドゥンガが潜在開始するんで、はい、まあやっぱり どこまで行っても、ナットレーザーとかを使ってる人とかだったら組みやすいのかなっていう感じはしますね。まあそういうことですね。そう。あこれめっちゃここもう打たないとスタミナ削られるんでここから打つしかないですね。でも入るんじゃない？入んないか。こっから打ってもどうでしょうね。まあヘルナンデスにそんなに絆が乗ってないんで入るかもしれないですね。
さあどうか。ヘルナンデスどんぐらい出るかな。フォワードキラーなんで、3万5000か。ちょっときつそうな気がしますね。2万5000と3万5000。1万差は無理だな。もう弾いていく。そしてゴンザレス。ファーゴ入れてんだっけ。ファーゴは入ってないですね。ファーゴ入れてんのにみんな 7% のデバフを受けてる感じはしないね。あ、ファーゴ入ってますね。うん。カタルーニャ選手の 7%。 ただあのデバフブロックあるんですよ、カタルーニャの選手って。ああ、確かに確かに。それでカバーしちゃってるのか。それで多分 7% ぐらいはカバーできちゃってるんじゃないですか確か。ああ、そういうことね。ポンセカで 2% か 3% ぐらいあって。あ、お疲れ様でした。引き分けでしたね。お疲れ様でした。いやー、すごい面白い出来でした。カタルーニャパー面白いですね。キーパーがレシャール君がどれくらい能力か次第ではやりたい人増えるんじゃないかなと思いました。